岡本翔子は、ラジオリポーター。TBS ラジオの元 TBS954、情報キャスター。神奈川県愛好郡愛川町出身。2001年、神奈川県立厚木高等学校卒業。2005年、中央大学卒業。趣味は、プロ野球などのスポーツ観戦で、横浜ベイスターズファン。剣道二段の資格がある。小学生時代から、 ラジオ番組に、諸女児の狐のペンネームで投稿するようになり、その流れから、お笑い鑑賞も好むようになる。好きなお笑い芸人は、小学生時代では、爆笑問題、フォークダンスで、しげこ坂、中学生時代では、海砂利水魚、高校生時代では、ピーピングトム、パラシュート舞台、スパローズ、ベイビーズを挙げている。ボキャブラ天国を、毎週のように見ていた。 高校生時代、特に2年生の当時は週に1回はお笑いライブを見に行くようになっていたという。同じく高校生時代の1999年10月10日、東京都渋谷区内のホールで行われた高校生以下が出場者対象のライブに出場。演じたのはファッションセンター島村の店員に扮した一人コントだった。しかし、その後はお笑いの舞台には、 立っていなかったが、2009年4月より、R、R-1 グランプリ出場を目指す目的で、TBS ラジオの携帯サイトで、さていいの目指せ。ピン芸人への道。を連載。そして、R-1 グランプリ2010において2010年1月10日に、さていいの名前で出場、美少女仮面ポワトリンに扮したコントを演じた。以後、 R-1 グランプリには2011年以降も、サティで出場を続けている。2008年5月、TBS954 情報キャスターに就任する。2012年4月16日放送のクラブ954内で、趣味であるシギンをシニアに、音が割れるほどの大音量で披露したことで、TBS ラジオチンプレイー,ープレー大賞2012の大賞を受賞した。 2013年9月30日配信の954キャスターメールにて出産のため同日付で954情報キャスターを卒業すると発表した。2015年2月11日 TBS ラジオ交通情報に埼玉県警担当キャスターとしてラジオ番組に復帰。2017年5月31日第二子出産準備のため TBS ラジオの 交通情報キャスターを卒業。2017年3月26日、日本バビーサイン協会認定講師の資格を取得し、同年8月1日より、居住地の東京都調布市内に教室を開設している。2018年5月1日、調布 FM の番組リポーターに就任し、同月8日より番組に出演している。すべて TBS ラジオ。ありがとうございます。